それではホワイトバランスを設定します。まずこの記号 WB ですね、これを押してみます。そうすると上ですね、ここに WB 今オートに設定されてますので A と出てます。こちらを、ここのダイヤルですね、このダイヤルを回します。このようにですね、変えることができます。もう一つ設定するところがあります。まずメニューボタンですね、メニューボタンを押します。そうすると一番左のところ、今一番上の再生メニューになってます。これをですね、一つ下、撮影メニューですね、撮影メニューに変えます。そして、この丸いボタンの、右を押して下に下げます。どんどん下げていきます。そうするとここにですね、ホワイトバランスというのが出てきますので、OK を押します。そしてここにいろいろメニューが出てきてますので、この下のボタンですね、下を下げていって設定をします。